はい、でも聞く本です。今回のテーマは音声コンテンツで分かりやすくかつ面白く話すコツパート2、イエイ。それでは行ってみましょう。この話を最後まで聞くメリットとしては、分かりやすくそして面白いって思われる話をするコツや台本の作り方が分かります。んー、どうして俺の話ってつまんないんだろう。視聴維持率をもっと高めたいな。最後まで聞いてほしい。こんな方におすすめの内容になってます。今回は7つのテクニックをご紹介するのですが、この話はパート1の続編となってます。ぜひこの話を最後まで聞いた後はパート1もセットでご覧ください。サンド FM やヒマラヤなどラジオ配信している方、 YouTube チャンネルを持っている方でも、そうでない方も、もっとトークに磨きをかけたい、プレゼン上手くなりたいって方はぜひ最後までご覧ください。それでは早速本題いきましょう。音声コンテンツで分かりやすくそして面白く話すコツ、1つ目、テンションは通常の4倍。これ間違ってもいつもと同じテンションでラジオとか YouTube で話をしちゃいけないんですね。音声だけだとやっぱり表情とか身振り手振り、これが伝わらないですよね。いつもと同じテンションで話すとちょっと暗くね、テンション低めで聞こえちゃうんですね。ラジオを聞いてくれているリスナーの方はもう貴重な時間を割いて、なんか学びがあるかもしれないとか、面白いからあなたの放送を聞きに来るわけですよね。だけどそこでこの人なんかちょっとテンション低いな、なんか怒ってんのかな今日、いやこっちまでこれ暗くなっちゃうよっていうふうに思われたら、もうその場でスイッチオフ、さよならってね、離脱されてしちゃいますよね。でそうならないように、せっかく来てくれたリスナーを楽しませるために、テンションは通常のもう4倍いきましょう。2倍じゃなくて4倍。パート1でね2倍って言ってたかもしれないけど、もう最近ね4倍ぐらいがいいんじゃないかって思いました。もっとテンション上げていきましょう。今この放送してる私も普段はもちろんこんなにテンション高くないですね。ちょっとね、普段からこんなテンション高めだったら暑苦しいですよね。わざわざ収録前にもう好きなねアップテンポの曲を聴いて、カラオケでね声出して準備体操して、喉飴を舐めて、よっしゃ行くぞってテンション上げてます。これテレビでもタレントや芸人さんはみんなテンション高いですよね。あれもカメラが回ると初めてあのテンションになるわけで、普段は普通のテンションなんです。みんなプロ意識であのテンションに瞬時に持ち上げて頑張ってるわけですね。もう私たちも、もうラジオとか YouTube とか発信者である以上は、もうプロ意識を持ってリスナーを楽しませるエンターテイナーになりましょう。2つ目、感情を込める。これは1つ目のテンションは4倍ともちょっとリンクします。どうして感情を込める必要があるのか。自分の声に熱量、エネルギーとか思いを乗っけてリスナーに届けるためなんですよね。ここで突然ですが、皆さんは講演会とかセミナーに行った時に、いや今日はいい話聞いたな、すっごく良かった、行って良かったなって思う時って、どんな話を聞いた時ですか？ちょっと思い出してみてください。きっと感情が揺さぶられた時じゃないでしょうか。感動して涙が出ちゃった、自分も経験したことがある怒りとか後悔不安なんかを思い出した、共感して思わず大笑いしちゃった、なんていう風に喜怒哀楽の感情が出たりとか、これ共感したりすると、あ今日の話すごい良かったな、聞いて良かったって思うんですよね。 YouTuber の話し家のトッププレイヤーたち、鴨頭さんとかレペゼン地球とか中田あっちゃんとか、彼らのテンションの振れ幅ってすごいですよね。熱い話をするときは早口でまくし立てるように、真面目な話をするときは低い声でゆっくり語りかけるように、すごく多彩だなって思います。このテンションの振れ幅に私たちは感情を動かされて、すごい話だった、話うまいな、やっぱ面白いな、つい最後まで飽きずに聞けちゃうんだよなって思うんですよね。この振れ幅は急にやれって言われてもできないですよね。はい、じゃあ早速怒ってください、ブチ切れでお願いしますとか急に言われてもできないでしょ。無茶ぶりになっちゃいますよね。じゃあどうしたらこれできるようになるかというと、もうテンションを上げること、そして台本を作るときに感情を込められそうなセリフを入れることです。これだったら一般の僕らでもできる。例えばさっきから出てきている、いや今日はいい話聞いたな、すごく良かったっていうのは感情を込められるセリフですね。私が今手にしているこの台本でも鍵括弧をつけて、ここは感情を込めて話すっていう風に印をつけてるんですね。最初のうちはセリフのところだけ感情を込める、これだけでもちょっとしたこの抑揚がついて、あなたの話がちょっと面白くなります。3つ目いきましょう。繰り返しを入れる。
これは2つ目の感情を込めるともリンクします。感情を込めたい時には繰り返しが効果的です。例えばいつも聞いてくれてありがとうっていうよりも、ベッドで寝転びながら聞いてくれてる方、台所で料理しながら聞いてくれてる方、ドライブしながら聞いてくれている方、電車の中で仕事帰りに聞いてくれている方、みんなありがとう、本当にありがとうって言った方がすごく入ってきませんか？熱く聞こえますよね。前半でいろんな方に呼びかけている部分、最後のありがとうを2回言っている部分で、これダブルの繰り返し効果です。これはレペゼン地球さんの動画を見ていてすごくよく使われているテクニックで効果的だなって思いました。気がついて以来、聞く本の台本でも取り入れるようにしています。繰り返しを使うと、ただの放送が途端に熱いメッセージに生まれ変わるんですよ。繰り返しは同じ言葉を繰り返す、さっきのね、ありがとう、本当にありがとうっていうパターンの他にも、言い換えて繰り返すっていうのもあります。例えば、時間よりもお金が大切？違うんだ、そうじゃない。大切なのは時間なんだ。時間 is number one のように、違うんだっていう言葉とそうじゃないっていうのは両方とも否定の意味で、これ同じですよね。同じ意味の繰り返しで、大切なのは時間なんだと、時間 is number one っていうのも言い換えの繰り返しですよね。これは中田敦彦さん、オリラジのあっちゃんがよく使うテクニックです。このセリフちょっと言ってそうじゃないですか？時間 is number one とか言ってそうでしょ。ということで、割とこの繰り返しは使いやすいテクニックで、感情を込めたいときにおすすめ。4つ目、共感ポイントを入れる。さっきいい講演だったなって思うときは、感情を揺さぶられたときと共感があったときっていう話をしました。今まで感情を込めるテクニックについて話してきたので、次は共感についてです。皆さんが共感するときって一体どんなときですか？多分、ああそれ自分にもあるあるって話が自分ごとに変わったときじゃないですかね。例えば休み明けの月曜日が雨だったりすると、超会社行きたくないですよね。満員電車蒸し暑くて、隣の人の傘についた水滴がのせいで雨がねじゃないスーツがね濡れちゃったりして、もう最悪ですよねって聞いたら、多分サラリーマンであれば一度は経験したことがあって、ああ分かる分かる、月曜朝雨降ってたら最悪だよね、もう蒸し暑くてさってなりますよね、あるある。こうやってリスナーが共感できるポイントを入れると、あなたが話していることが他人事から自分事になるんですね。あ、この人自分と一緒だ、自分のこと分かってくれるっていうふうに思って、話をより聞いてくれるようになります。話をずっと聞いてくれるってことは、これ視聴維持率アップってことですよね。共感ポイントをどうやって入れたらよいかというと、これあるあるネタを入れるのが正解です。例えばあなたのチャンネルが家庭を持ち始めた30代のサラリーマンが、これよく見ているチャンネル、この人たちがまあターゲットであれば、その人がしてそうな行動とか日頃思っている気持ちを台本に入れ込めばいいっていうことですね。ランチタイムでお腹いっぱい食べると午後2時頃が一番眠くなってきませんか？とか、もっと勉強したいなって思うけどなかなか自分時間がなくて忙しいっていう方も多いのではないでしょうか？っていう感じです。共感ポイントを入れるコツは、何々という方も多いのではないでしょうかだとか、あなたは何々と思うかもしれませんのように、自分ではなくて相手の聞いている人の立場になって、その人の気持ちとか行動を先回りして話す、これなんですね。ぜひ研究して取り入れてみてください。5つ目、聞いている人の疑問や思いを入れる。これは4つ目の共感ポイントを入れるともリンクしてきます。話していて、そして台本を書いていて、これちょっと聞いてる人分かりづらいだろうな、補足が必要かもなって思う時ってありますよね。そんな時は、これちょっとよく分からないですよね、分かりやすく解説しますねっていうように、聞いている人が疑問を感じるであろうところを予測して、これ補足を入れるんですね。こうすると聞いている人は、あ、ちゃんと自分のこと分かってくれてる、そうそう今のちょっと分かりづらかったと思ったんだよねっていう風に共感を生んで話を聞いてくれます。反対にこの難しいところとか専門用語をそのままたくさん使ってしまうと、なんかこれ難しいから聞くのやめようってなって離脱、はいバイならってなってしまうんですね。他にも、え、それは違うんじゃないとか、そうなんだ意外だったなとか、聞いている人が思ったことを先回りして入れ込むと、
まるで 42.195km のマラソンを一緒に走ってくれる、サポートしてくれるペースメーカーのようにリスナーに寄り添って、これまた共感を生むことができます。はい、終わりに近づいてきました。6つ目いきましょう。書き言葉ではなく話し言葉を使う。これむちゃくちゃ重要です。これだけは覚えておいてください。実は1つ目から5個目のテクニックまで、これ全てに関わってきます。書き言葉と話し言葉って違いますよね。例えば書き言葉だと、この本のポイントは2つあります。 1. お金、時間、健康のバランスが人生の満足度を高める。 2. お金より健康と時間の方が大事。こんな感じ。けどこれを話し言葉にすると、この本はのポイントは、言いたいことは2つあるんです。1つ目、お金、時間、健康のバランスが人生の満足度を高めますよってこと。2つ目、お金より健康と時間の方が大事なんです。はい、どうでしょう。書き言葉をそのまま声に出して読んでも全然面白くないんですよね。これ私も聞く本を初めて最初のうちはやっちゃってました。もう書き言葉をね、そのまま読んじゃってた、やっちゃってたんですよ。書き言葉の台本棒読みって感じです。台本を書いている人はその書き言葉をそのまま話しても面白くないので、話し言葉に変換して話す、収録する必要があります。例えばしかしってね、接続詞でありますけど、これは話し言葉だとだけどですよね。そのようにすればは、そうすればみたいに、普段のフランクな会話で使っている話し言葉を使いましょう。書き言葉ではマジでとか神、鬼、えぐいとか使いませんよね。マジでは本当にってなっちゃいますけど、話し言葉ではマジでって使いますよね。こうした言葉を台本に入れ込むだけでも面白く、そして聞きやすくなります。書き言葉のままだと感情を乗せて話もできないし、共感を呼ぶあるあるエピソードも入れづらいんですよね。話し言葉にすることで初めて、今回ご紹介したこのテクニックが分かりやすく、そして面白くなる、これ使えますので、ぜひ意識してみてください。最後7つ目、最初と終わりにまとめを入れる。ここまで1から6のテクニックは、面白い話、ずっと聞いてもらえる、飽きずに聞いてもらえる話をどうやって作るかっていう内容だったんですね。最後は分かりやすい話をするテクニックです。最後にまとめを入れるってよくありますよね。今回のまとめポイントはこうでしたとか、パワポとかでもね、スライド今日のまとめって1枚入ってますよね。まあ、入ってない人はちょっとうーんって感じなんですけど、でも最初にまとめを入れるっていうのは、最初でまとめちゃうのって思った方もいるかもしれません。最初にまとめを入れるというのは、これからこんな話をしますよっていう話の筋道を示すってことなんですね。これがないと聞いている方はどんな話をするのかわからない、本題に入るからわからないまま本題に入っちゃうから不安なんですよね。だから今日のポイントや結論を最初に言ってあげる。そうすると聞く方は落ち着いて本題に入ることができます。でもさ、最初に結論言っちゃうと、そこから先これ聞いてくれなくなっちゃうんじゃないって思う方もいるかもしれません。実際どうでしょうか。皆さんは最初に結論を言われたとしても、きっと最後まで聞くことの方が多いんじゃないでしょうか。実はこの放送も概要欄にね、ポイントとか全部書いちゃってるんですね。けどここまで皆さんちゃんと聞いてくれてます。本当ありがとうございます。アニメのね、ドラゴンボールの次回予告とかも、もうクリリンシス早く来てよ悟空みたいな感じで、完全にクリリンシスってネタバレしちゃってますからね。それでも先が気になるから、来週も絶対に見ますよね。絶対見てくれよなって感じで、まあ、だから終わりだけじゃなくて、最初にもまとめのスライドを、結論を最初にもね、盛り込んじゃいましょう。聞く本でも最近は最初にまとめを入れるようにしてます。でその方がね、視聴維持率が高い気がしてます。最初と終わりがピシッと締まると、整理をされていて分かりやすい話になります。ということで、今回は音声コンテンツで分かりやすく、そして面白く話すコツパート2をお送りしました。いかがでしたでしょうか。まとめるとこんな感じですね。 1. テンションは通常の4倍、 2. 感情を込める、 3. 繰り返しを入れる、 4. 共感ポイントを入れる、 5. 聞いている人の疑問や思いを入れる、 6. 書き言葉ではなく話し言葉を使う、これがめっちゃ重要、 7. 最初と終わりにまとめを入れる、そうすると分かりやすくなる。
ってことで今回の話はこれパート1に比べると実践するのはちょっと難しいかもしれません。パート1はどちらかというと分かりやすい話をするためのコツだったんですね。それに対して今回のパート2は面白い話をするコツがメインの応用編になってました。ぜひこれは使えると思ったテクニックはこれどんどんパクって使ってみてください。使ってみたよとか、前よりちょっと面白い話ができるようになったと思うとか、パート1の時より聞く本さんが話すのちょっと上手くなってるかもっていう嬉しいコメントなどなど、感想とか皆さんの実践はどしどしコメントをお待ちしております。皆さんが楽しく音声コンテンツで話すことの少しでも参考になればとっても嬉しいです。はい、聞く本ではですね、普段はビジネス書の分かりやすい解説を行っています。でね、今回はちょっとオリジナルコンテンツということで、ラジオ配信、ヒマラヤとかスタンドFM、そして YouTube なんかでこうやって音声コンテンツを作る、話す時の面白いコツっていうのをお話ししました。ライブ配信のコツなんかもこれまでまで話したりしてるので、よかったら聞いてみてください。読書好きとかラジオ好き、勉強好き、お待ちしております。バンバンチャンネル登録していただけたら嬉しいですね。多分、聞く本チャンネル登録するときっとこのプレゼンが上手くなりますし、聞く本のね、一番最初の方の収録と最後の方、最新のね収録を聞いてもらうと、多分聞く本がちょっとずつ話が上手くなってるのがなんとなく成長の証が見れると思うので、あ、聞く本も最初めちゃくちゃ下手くそだったんだな、今はちょっとマシになったな、なんて感じで一緒に皆さんと成長できたら嬉しいと思っています。今回も皆さんと一緒に勉強できて嬉しいです。またお会いしましょう。それではまた、ありがとうございました。